ここら辺の有名な方なんですけど、その方がされて、取られた。ちょっと悪いけど、せんべいをもらってきて一袋買ってくださいって。あ、こんにちは、よろしくお願いします。バチだけ持ってきてください。これを運びます。どう、あ、先ほど拝見させてもらいました。そうですか、ありがとうございます。お店の方で。ああ、そうか、向こうやるんだ。うちの前でやってくれるって。人形の横とか最高やな。クリームソーダ のせんべいからつながってますから。ちなみにクリームソーダだとここで撮影で食べられて、そのせんべいの主人公が太鼓叩きだっていう。悲しみを越えてたどり着いた、さざめく星空、瀬戸の海、生き抜いてゆく頑張る日々を愛しく照らし出す月明かり。胸が痛くて切ない夜も、君がそばにいて歌ってくれたら、明日へ行ける。牛窓笑顔で歌おうよ、空涙は潮風に。牛窓笑顔命の宴は続いてゆく。ありがとう。ありがとうございます。歌詞がよう分からずにごめんね。いつもこういう活動されてるんですか？もう毎日。あのね、牛窓じゃからね、この和太鼓体験、和太鼓体感、日本オリーブさんのオリーブ園いうとこがあるんですよ、はい、そこで太鼓持って行って、お客さんに叩いてもらうんですよ。あ、はい、で歌ったりせんべいを売ったり CD を売ったり、そこでさせてもらうんですよ。あ、じゃあその今日はまあ木曜日じゃないですか。そうす、毎週木曜日。そうす、木曜日の10時半から1時頃まで。あ、うん、でびっくりして今日、その持ちネタが、はい、どんぐりコロコロなんですわ。あの曲ですか。うん、どんぐりコロコロ、どんぐりこ、太鼓にはまってさ大変、太鼓のおっちゃんかっこいい、坊ちゃん嬢ちゃん一緒に叩きましょう。これでこれでつかみですわ。これで変化が、
誠にありがとうございます。ありがとうございました。これが持ちネタです。あ、いいですね。でもね、馴染み。だからこれで掴んだらお客さんがもう気を許してくれるから、ほたら楽しく叩いてくれる。もう一個この店のためにあるような案がある。あの、いいですか。あ、いいですよ。よし行くぞ。英語で言ったらレッツゴー。よし行くぞ。英語で言ったらレッツゴー。よし行くぞ。英語で言ったらレッツゴー。本日は誠におめでとうございます。これもテレアバージョンもある。あれですよね。おせんべいというかビスケットが。そうそう。売られてるということですね。エビチハンバーグ。いただきます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。